皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ブレイクフェイス、フォーセイ君、実況始めます。動画外で見つけたボスを攻略した前回。運要素や理不尽もなく適度に派手派手、なかなか悪くない子だったのよ。お子さん食して回復する鬼畜だったけど。現在我々は2番目に発見したエリアに再度滞在中。このエリアが他のエリアとのハブになってるのよね。アプデネキもいるし、行ってみればこの場所がダクソで有彩市場ポジね。また装備変えたんですね。そうなの、これタイタンスレイヤー装備っていうらしいの。今持ってるヘビーアーマーの中でもいっちゃんカッチカチ。しかもデフォルトで肩や胴体装備にデフォルトでついてるクリスタルが優れもの。なんと筋力をプラスにしてくれる物がついてるの。それも2個。火力と硬さを兼ね備えた脳筋仕様ってやつなのよ。核能力値をプラスにできるクリスタルってまだ作れないんですよね。そうなの。貴重品なのよ。だから今回はこの装備で脳筋攻略としゃれ込むのよ。で、今回は前に言ってたように前々回見っけた新エリアの攻略やってくんだけど、ちょっとその前に寄り道ね。なんかね、前回ボス倒した後に今まで攻略したエリア行ってみたんだけど、ちょっと様子がおかしいの。まずはそれをご紹介、新エリア攻略はその後ね。まずはここ、前までは序盤でも出てきた騎士さんたちが警備してた場所なんだけど、なんかグレソ持ちのごつい騎士さんにリプレイスされちゃってんのよ。出世したのかな。で、この子の硬いこと強いこと、今の筋力マシマシのご主人様ですらろくに削れやしないの。おまけに今のカッチカチなはずのご主人様ですらワンパン、ちょっと強すぎんぬ。多分ストーリーが進んだことで敵の配置が変わったんでしょうね。ちなみに今着てるチタンスレイヤー装備はこの子たちからカツアゲしたの。頭装備だけ落ちなかったからそこだけはボンドルド強族刀なの。そして新しく登場したのはさっきの子だけじゃないの。ここも以前は騎士さんが巡回してた場所なんだけど、なんか全身真っ赤っかな別の騎士さんに置き換わってたのよね。赤は強いってのは相場が決まってるのよ。筋力マシマシのアビリティぶち込んでも3分の1程度しか削れない。以前出たゴリラーでも今の火力ならワンパンやぞ。硬さも火力も3倍。さすが赤は違うのよ。だから当然のようにワンパン。これは以前のように探索するのが難しくなりましたね。厳しい。ちなみにこれが今のご主人様のステータス。筋力24以外は全て初期値のすがすがしい脳筋。まあ体力も初期値なんでワンパンも当然ですね。レベルアップ要素0で装備でビルド組むって面白いのよ。単にステータス上げるだけでなく特殊効果をつけることなんかもできますしね。ボス戦で詰まったら気軽に別のビルド試したりできるのもいいとこなのよね。じゃあちょっと長くなったけど前置きはこれで終了。本編に移るのよ。ウラノポリス、タワーコンプレックスに到着。さてやりますか。じゃあネスティーブ君、プルプルしながらいい子で待ってなさいな。いやここのモブさんたちも硬いのな。見た目は足軽チックな軽装なのにあの硬さは何なのよ。まあアビリティ一発で沈むんでまだマシですけどね。ちなみに足軽さんではなく浪人らしいです。浪人さん装備意識もゲットしたんで次はあのコスで行こうかしらね。お、あれは空飛ぶ巨大生物。こんだけ機械と乗れるんじゃね。おいバカやめろ。ちょいや。なんか行けたわ。マジか。いやこのマップ見た目の割に行けるとコスっくなくてさ。前の水中ステージみたくなんか仕掛けあるんじゃないかと思ってたんだけど、まさかこの子のお背中に乗るとは思わなんだ。しっかしでけえのな。乗ってみるとさらによくわかるのよ。いやこれは楽ちん楽ちん。あんちゃん、安全運転で頼むわ。マジこのエリア高層タワーエリアのくせに手すりもろくにないまごうことなき落下ししよう。そんなとこをジャンプでタワーとタワーの間を移動するとかまさにたまひゅんなのよ。ご主人様たまないけど、じゃあしばらくは空中散歩としゃれ込みますか。
ここいけそうじゃね。ちょいや。着地成功、あんちゃんサンクスな。気をつけて帰るんやで。随分と高い場所まで来ましたね。ご主人様だ、高所恐怖症だからマジにこのエリアはきっついのよ。正直あの巨大生物はどこかで戦うもんだと思ってたんですけどね。ここまで安全運転でお届けしてくれたエイコなんやで。そんなこと考えたらバチが当たるってもんなのよ。しっかし長い階段なのな。こちとら重装備できっついんだからエレベーターくらい用意しといてくれや。お、スティーブくん。最近スティーブくん見ると実家のような安心感を感じるようになってきたのよ。新エリア、裏のポリス、ローンタワー発見です。いいね。まあ新エリアって言ってもまだ裏のポリスってことは変わりないし、こっからがこのエリアの後半戦ってことなのね。ここから行けるのはあっちのタワーだけなのね。まあ来たばっかだけど行くだけ行ってみるのよ。お、誰かおるやん。これはボス戦の雰囲気。前回から続いてのボス戦、いいじゃない。とりあえずはこの脳筋仕様でどこまで行けるか試してみるのよ。お邪魔しまーす。ボス戦です。相手は検証なあげる。おっといきなりの突き攻撃、随分とせっかちさんなのね。ここのモブローニンチックだったしお侍さんなのかしら。おお派手にぶん回しよる。メカメカしいボスドラゴンの次は人型ボスのお出ましだ。なかなか不情ってもんをわかってるじゃないの。大型ボスばっかで人型ボスのいないソウルライクはまがいもの。それはどっちかといえばモンハン。やっぱ人型ボスあってこそのソウルライクなのよね。しっかし火力高いのなこのおっさん。一撃で3分の1近く持ってかれたんだけど、この鎧手持ちの中で一番カッチカチなんやぞ。そこんとこわかっとるんか。おまけにそのメタボ体型でぴょんぴょん飛び跳ねやがって、心ぴょんぴょんするようなお年頃でもある前に、まあなかなか派手なモーションしてるけど所詮は大味でこけ脅し、ここは一つエルデの女王さんが遊んでやろうじゃないの坊や。今回も初戦から3時間が経過。厳しい。ちょっと負けすぎて回復がそろそろ心もとない。回復剤クラフトするための素材マラソンするのも正直だるい。だからそろそろ決めたい。ステージ攻略してれば素材はマラソンしなくても集まるんですよね。だからボス戦に手間取ると手持ちの素材がどんどん減ってくのよね。枯渇する前に倒しておかないとマジめんどくさ。だから今回で決める。よっしゃ行くか。おらおっさん再戦じゃこらー。まず初手は雷落としからの突き攻撃で確定。右に歩くだけで当たらないんで2発ぶち込む。おっさんの動きはもう完全に見切ったのよ。この回転切りは1段目は距離を取って2段目で近づく。3段目が来ないのを確認して1発入れて離脱。おっさん以外に反応が早いからがっつくのは厳禁ね。落ち着いて動き見てればローリンする必要もないのよ。この振り上げからの大ジャンプ切りはデレ行動。落下地点で待ち構えて2発ぶち込む。そして最速ロリで離脱。コンボ決めたいけど2発が限界。そしてまたおっさんトルネードが炸裂。今回は3段目が来てるんで振りに合わせてローリンで後方に回避。あれ軽装なら歩きでかわせて一撃入れられるんだけど、重装だとちょっち安定しないんで安全策を取るの。おっさんトルネードの時は2段目で攻撃が止まるの確認してからの一撃。これ鉄則。こんな感じ。でおっさんがぶん回し始めたら2段目までは観察。3段目のなった痛めの間におっさんに近づいて半時計回りにぐるぐる。突きと同時に攻撃。隙がでかいからここも2発いける。これもデレ行動。いいね。そしておっさんジャンピンスラッシュ。落下地点で美味しくいただきますごちそうさまでした。さすがに3時間もやればこんくらいはいける。悪いなおっさん。もうおめえの技は全てお見通しなのよ。そのメタボ体系から繰り出される全てのなんかかっこいい攻撃も全て無駄無駄。おめえの正気もうめえから。って言いたいとこなんだけどその程度なら3時間も苦戦したりしないのよね。そろそろその理由がわかるからちょっち待ってくれや。やってくらった。まあこの程度おっさんから吸い取ればすぐ回復するからええねん。そしてライフがある程度減るとおっさんお腹押さえてちょっと端魔のポーズ。そしてふんわり上昇開始。つまり大技のサインね。一回だけ攻撃無効にするアビリティ発動。おっさん大技開始。地面から次々にスパーキンスパーキン。前のボスも似たようなことしてたけど密度と速さが段違い。しかもこの技これで終わりじゃない。最後にステージ全体を覆う広範囲のやつが来るの。それを回避するにはこの鉄塔の後ろがアンチ。ちなみに直撃すると漏れなくワンパン。やっべ捕まった。ってこれ掴み攻撃なんかよ。しかも置き攻めとか誉れはないんか誉れは。ああもうこんなとこで回復使いたくなかったのに台無しなのよ。で、もう分かったと思うけど3時間以上おっさんとキャッキャしてた理由があの大技ね。鉄塔の後ろがアンチってのが分かるまでそんだけかかっちった。むしろそれまでは視界の邪魔になるんで鉄塔は積極的にぶち壊してた。自分でアンチぶち壊してたら世話ないわ。
それまではジャンプしたり1回限定のダメージ無効のアビリティでなんとかしようとしてたけど、さすがにそれじゃとてもかわせなかったのよね。さて大技も終わったんでまたおっさんと仕切り直し。でおっさん鉄塔壊すなや。それご主人様のアンチやぞ。おっさんどうやら誉れは浜に捨ててしまったのね。で、こっからはまたさっきまでの繰り返し。実はおっさんの攻撃パターン、さっき説明した3種類しかない。2段、3段のパターンがあるおっさんトルネード。デレコードのおっさんジャンピンスラッシュ。そして今やってるやっぱ3段目に月が来るデレコードのおっさんスキンガー。で鉄塔の近くで群回すなや。壊れたらどうする。実はこれ以外にもいくつか攻撃パターンはあるんだけど、一撃離脱を徹底してその都度おっさんのモーションを切ってやこの3種類しかやってこない。下手に張り付くと無限スタミナでいろんなパターン繰り出してくるからちょっとやばい。でもこうして攻撃や回避の都度仕切り直せばおっさん3つのことしかできなくなる。かわいい。しかも3種類の攻撃パターンのうち2つがデレ行動。なんだツンデレか。別に攻撃パターン3種類しかないんじゃないからね。勘違いしないでよね。メタボのおっさんがツンデレてもあかんで。大人の魅力で攻めろや。そしてご主人様の誹謗中傷に傷ついたメタボおっさん侍。その腹いせに2回目の大技発動の時間と相なりましてござる。そして2回目からの大技ではおっさんが誉れを捨ててさらに鬼畜仕様に変化する。基本は1回目と同じなんだけどなんか竜巻が追加される。こいつが執拗にご主人様を追っかけてくる中スパーキンを避けて、いいタイミングで鉄塔に避難しなきゃなんない。マジ鬼畜すぎて誉れ捨てる。ちょっとタイミング危ねえのな。いけるか。ギリギリいけた。ダメージもほとんどないしいい感じ。残った竜巻に追われるご主人様をおっさんの誉れなき月が襲う。悪いなおっさん、そいつはもう食らわねえのよ。セイントに一度見た技は通用しない。そのことをよく覚えておくんだな。ご主人様セイントじゃないけど、ここからしばらくは変わり映えのない展開が続くから、またまたボス戦の評価なんか語っちゃおうかしら。これまでのボス戦でも言ってきたことだけど、このおっさんだけなら正直強くない。見ての通りほとんど全ての攻撃がとてもわかりやすい。見てもらうとわかるけどご主人様ほとんど歩きだけで対応してる。ステップやローリング、ダッシュすら必要ない。それでいて攻撃後の隙は結構大きいから反撃のチャンスも結構ある。AI も単純だからこっちがおっさんの動きを管理しやすい。立ち回りにちょっと慣れが必要だけど、それでも5戦目くらいに運んくらいはできるようになるのよね。大技のギミック理解するのが早ければ古言時間かからんかったのよ。でもモーションは派手だしヒット&アウェイが楽しいボスね。結構好みのタイプ。やだ、好きになっちゃいそう。ただ気をつけなきゃなんないのが大技、あれが厄介。ギミックわかっててもあのスパーキンの密度だと完全には避けらんない。いいタイミングでアンチに行くのもちょっと難しい。竜巻が追加されるとさらに厄介。だからギミックわかっても1時間くらいは苦戦してたのよね。そういう意味ではあの大技はしようとしてちょっと問題。あれ完全にノーダメで回避するの完全に運次第なのよ。スパーキンは出現から発動まで時間が短すぎで密度も高い。おまけに最後の範囲攻撃や鉄塔の位置にも気をつけなきゃなんないから、前のボスみたく地面見ながら避けるってのも無理な話。範囲攻撃以外はワンパンじゃないけどこれはちょっといただけない。高難易度の死にゲーってただ難しくすればいいってもんじゃないのよね。評価の高いゲームってのはやっぱちゃんとしてる。どんなに難しくて理不尽に見えてもちゃんと攻略法がある。ダクソやエルデンリングだってノーダメ攻略動画が腐るほど投稿されてるでしょ。難しいと思わせながらも努力や工夫でなんとか攻略できる。これがいい死にゲーの条件だと思うんだけどこのおっさんは残念ながらそこまで至ってない。きつい言い方するとモーションが強いボスに作ることができなかったから、完全回避ができない大技で強引に難易度上げちゃったって印象なの。このあたりはやっぱ初めて開発したゲームってことなんで、開発者さんの未熟なとこが出ちゃったのかもね。やっぱその辺はさすがにまだまだフロムなんかにはかなわない。エルデンリングのボスなんかもモーションだけで鬼強なのいっぱいいたからね。まれにあっちなんかは第一形態だけで何時間かかったか思い出したくもない。マップのギミックとか大技なんかなくてもモーションだけで十分強い。でもちゃんと攻略できる。そのあたりの品質ってのはやっぱさすがと思わざるを得ない。でもこのゲームの開発者さんたった3人だしこれがデビュー作。規模も経験も比較になんない。それでもここまでやれる。だから十分に期待できると思うのよね。いろいろとネガティブな評価が先行してるけどご主人様は結構評価してる。大体願ってる連中の9割以上は多分購入すらしてない。実際にプレイしてる子たちも願ってるのはほとんど最初の1時間で投げてるでしょきっと。まあ最初の1時間で掴みができなかったこのゲームにも問題ありだけど、それでもちゃんとここまできちんとプレイできるってことは言っておきたいのよね。この一作だけで終わっちゃうには惜しい開発者さんだと思うから、厳しいことは言ってもせめてご主人様はいいとこもちゃんと言っていきたいの。Twitter だけ見て買ってもないゲームの悪口言うようなやからってマジ嫌いなのよね。悪口言うのは構わんけどせめてプレイしてからええ。それが嫌なら耳止め落とし、口をつぐんで孤独に暮らせ。言いたいのはそんだけ。あんまり好き勝手なこと言ってる連中多いからちょっと熱くなっちまった。すまんな。さておっさんとのバトルに戻るか。3回目の大技の後おっさん完全に誉れを捨てる。
こっからはなんとステージ各所からスパーキンするようになるの。当然当たったらダメージ、鬼かよ。前のボス戦でも言ったけど軽装でスタイリッシュなヒット&アウェイスタイルがご主人様の趣味なの。でもそれを捨てて脳筋タンクスタイルでやらざるを得なかった理由がこれ。さすがにこのスパーキンの中で回避しながらおっさんとバトルってのはご無体。ある程度スパーキンに被弾するのは上等な覚悟でやるしかない。でも軽装だとこのスパーキンでも2発くらえばおだぶつ。だからダメージ抑えるためにこんなはしたないタンクになるしかなかったのよね。この最後の展開も運ゲーで難易度上がっちゃってる部分でちょっといくない。これだとおっさんが強いんじゃなくてステージが強いボス戦ってことになっちゃうのよね。そんなこと言われたらおっさん泣くでほんま。次回作ではぜひともモーションだけでもっと強いボスを作ってくれることを望むのよ。まあスパーキン打ったいけど回復もまだ1個残ってる。最初の大技の後でおっさんに捕まんなかったらまだ余裕あったぞ、こんちくしょう。あと1回アビリティぶち込めばご主人様の勝ち。そんな状況でこんなでレコードを取ってくれるおっさん好き。おらー。アイアームチャンピオーン。懸賞のアジェル撃破おめでとうございます。なかなかいい戦いだったのよおっさん。大技のギミックわかるまではクソボスだと思ってたわ。すまんな。これで倒したボスも4体になりました。探索ばっかでなかなかボスに会えなかったけどギアが上がってきた雰囲気。まあおっさん倒したし今回はこのくらいにしといてやるのよ。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。